ヤフージャパンの SDN のオープンスタックへの取り組みというところで、えっと、今までヤフージャパンで、えっと、仕掛けてきたえ仮想化のこれまでのところと、えっと、これから SDN に対してどういう取り組みをしていくかというところについてご紹介したいと思いますまず自己紹介ですが、えっと、高木瑠唯と申します、えっと、2010年にヤフーに入社して、えっと、まずサービス側の方で2年ほど 開発に従事してその後データセンターネットワークの運用の方に移動しましたでそこから1年ほど運用をやってで現在はクラウド周りの開発やら検証やらを担当しております、はいえー、変わりまして市川博隆と申します高木と同じく2010年にヤフーへ入社しましてネットワークの運用と運用ツールなどの開発などを行ってきましたこの10月よりはですね、えー ヤフーの子会社の YG アメリカというところに所属しておりますよろしくお願いいたします本日お話しさせていただく内容なんですがまずはじめにですねヤフージャパンのこれまでのクラウド全般に対する取り組みというのを簡単にご紹介させていただきましてそこから 現在利用しているオープンスタックがどのようなネットワークの環境で動いているのかそして SDN に対してどのように取り組んでいくのかというのをお話しさせていただきますまた最後におまけ程度になるんですけれども最新のヤフーの社内事例というのをご紹介させていただきたいと思いますではまず初めにこれまでのクラウドに対する取り組みということについてお話をさせていただきます ジャパンではですね2011年から2013年の前半にかけて全社に対して独自で開発したプライベートクラウド環境を提供しておりましたこちらなぜ独自でフルスクラッチで開発したかといいますとこれまで利用していた既存のインフラと同様の構成で動かしたいという運用上の都合ですとか社内に独自の構成管理システムがありましたのでそれと連携を取る必要性から フルスクラッチでゼロから作ろうといった経緯になりましたこちらのシステムではです、ね、仮想マシンやストレージだけでなく DNS やアクセスリストロードバランサー GSLB などのネットワーク関連の機能も全て提供しておりまして利用者であるサービスの担当者が自分たちでウェブから操作をして設定を行うといったものになりましたでこの2年間約2年間の稼働でですね数万台の VM が 稼働するシステムになりましてヤフーのサービスの多くがですねこの環境の上でサービスを提供しておりましたしかしですね課題も多くありましてあまりに独自性が強すぎてですね最近流行っていた外部のオープンソースのツールなどとの連携が取りづらいといったものですとかこのシステムを作ったものがですねメインがインフラ運用を担当しているものだったので なかなかそこの両立がうまくいかずですね新しい機能を増やすための時間が取れないですとか新しい機器が出てきてもなかなかそれに対応さするだけの時間が取れずえ、まあ、ハードウェアライフサイクルが回らないといった問題がありましたそこでですね、まあ、こういった課題をま解決できないものかと思いまして他のクラウド基盤 検討していたんですけどもそこで導入することになったのがこのオープンスタックになります当時オープンスタックですね現在もなんですけれども急速な勢いで成長していたということや AWS 互換の API を持っていて外部ツールとの連携性が十分にあったこと拡張開発の容易性などがありそういったことから導入を決めましたでですね まあこれまでと同じようにはまあいかず、ネットワーク周りの機能をひとまずデグレード発生して、一旦たん手動で設定を入れるような運用になってしまったのですけれども、このあたりはえ現在、ですねま徐々にネットワークコンポーネントの進化とともにデグレードを解消しつつあるといった感じになります。オープンスタックですがえ昨年 2013年の中頃から導入を開始しまして約1年間使ってみた感じでこのような課題を解決しております先ほどお話ししたです、ね、標準の API を備えることで外部ツールとの連携を可能になったりですとか運用に手間暇をかけない構成を実現したり抽象化によってですね ライフサイクルを回すこと、コスト削減なども大きな、うん、解決をできております。うん、では、ですねえ、まあ、現在利用しているオープンスタックの利用環境、まあ、どのようなネットワークの上で動いているかについてはえ、高木の方からお話をさせていただきたいと思います。えっと現在動いてる、えっと、オープンスタック上 のネットワークの構成が大体こちらのようになっていて L3 スイッチと L3 スイッチの下に L2 スイッチがいてその先にコンピュートサーバーがいますでオープンスタック側から VM を作成の指示が下るとそのコンピュートサーバーの中で Linux ブリッジとうまくつないであげて VM が外部と疎通が取れるような形になってます であらかじめ、えっと、Linux ブリッジを利用しているのであらかじめ VLAN を用意していて、えっとまあ、大きめなサイズで、えっと、VM l a n をめ v 用の VLAN とあとは VIP 用の VLAN を用意してそれを流してあげている状態になります。VIP については、えっと、L3DSR を想定してネットワークを構築しております。1つの VLAN にさまざまなサービスが混在するような構成となっております。とオープンスタックのネットワークまりである課題としては構成次第で変わってくるところなんですけども l i n u x ブリッジ まあ弊社が使っている LinuxBridge では、えっと、ネットワークの柔軟性というところが課題かなと思っていますでオープンスタックあとはオープンスタックのリファレンスにある、えー、とグレーを使った、えっと、ネットワークについては、えっと、パフォーマンスに課題があるかなと思っていて弊社では、えっと、採用しておりませんでどれくらいの、えっと、パフォーマンスに差があるのかというと、まあえっと、これは アバランチで、えっと、20G 流せるような形にして、えっと、通信速度と転送速度と応答速度について、えっと、計測を弊社でしたんですが、えっと、通信速度と転送速度についてはもう8倍9倍のレベルで l i n u x ブリッジの方が優位になっていましたで応答速度についても、えっと、l i n u x ブリッジの方がまあ倍速いという状態ですね であと先ほどは、えー、と石川の方から、えー、デグレを起こしてアクルの適用とか VIP の設定は依頼ベースでやっていたっていうところがありますのでそこが課題になってますそうしてしまってるがゆえに、えー、とネットワーク運用者の、まあ、設定工数がかかったりとかあとはサービス側としてはそこ、えー、の待ち時間があるのでちょっとストレスに感じるというところがあります でそこでまあこの課題を解決するために、えっと、一緒にこの課題を解決できるベンダーを探しまして、えっと、ブローケードさんと一緒に、えっと、ニュートロンにえっとプラグインを実装するということを進めています、えっと、プラグインとしては v d x のプラグイン、まあ、ML2 と SVI と FWRS を担当するところですねあと ADX プラグインでこれは l v バ r s のところを担当しするプラグインをやっています でこちらの今、前に出てるえっる構成なんですがそれが VDX と,と ADX のプラグインを利用した場合のネットワークの構成になっています。えっと、v d x 8七7 0を L3 スイッチとして、えっと、VDX6740T を L2 スイッチとしています。 でその L2 の先に、まあ、同じくコンピュートサーバーがいるんですが、えー、とコンピュートサーバーの方は LinuxBridge の代わりに OpenVSwitch を採用しましたと <laughs> で、えーと。この VDX たちは、えー、VCS のロジカルシャーシが組まれていて、えー、とバーチャル IP を割り当ててあげてそのバーチャル IP から、えー、と全ての VDX が、えーと 一括で、まあ、1台から設定が可能な状態になってます。そこを、えー、とニュートロンが叩いて、えーまあ、ネットワークの変更が行われるというようなイメージですね。まあ、ADX についても同,同様ですで。プラグインのところの説明をちょっとしたいと思います。 でプラグイン、まず、えー、VDX プラグインの方なんですが ML2 の機能としてはまあ2つあってまず VLAN の作成というところですねでこれは OpenStack のニュートロンのところでネットワークを作成してくださいってやると,、えー、とニュートロン側から VDX に対して、えー、VLAN の定義、まあ、設定が行われます。で、 二つ目がトランクの設定追加というところで、えっと、まあ、インスタンスって書いてありますが、VM を作成してくださいと来たときには、えっと、まあ、既存の OpenStack の機能で、えっと、OpenVSwitch 周りの設定はしてくれるかと思うんですが、それに加えて、えっと、VDX プラグインが、えっと、その VM が立ち上がったコンピュート、サーバー、 が接続されている VDX のインターフェースに対して、えっと、トランクのを流してあげるという設定の追加が行われます。これで、まあ、L2 のところの通信が担保されることになります。<laughs> 次に SVI プラグインのところですね。SVI の機能としては、まあ、SVI って言ってるので、まあ、SVI の作成になります。これはえっと オープンえー、とニュートロンで、えー、とルーターの作成をしますと,、えー、と VDX、まあ、弊社では8770のところに、まあ、ゲートウェイとして SVI が、えー、作られます。VDX8770 を今1台と書いてあるんですが <laughs> えとそれを複数台置けばそこに VRRPU で冗長化を図ることやあとは VRF にも対応しています。 VRF を使いたくないという方は、まあ、コンフィグで外すっていう視点もありますのでそこを利用するような形ですね。<laughs> えっと、VDX のプラグインだと広報のところについては、えっと、現状行われないので、えっと、そこは弊社ではルートマップとプレフィックスリストをで引っ掛けて、えっと、再配布。 すする形で広報しようと考えています <coughs> 次、FW Earth の部分ですねで、えーとまあ。ルールの作成、ポリシーの作成、アクルの適用と書いてますが、えー、とルールというのは何かというと、アクルアクセスリストでいうところの一、まあ、行一行のパーミット分やら出ない分やら、そういう部分になります。でそれをまあえーと 利用者がポチポチポポしてて作っったりでできるってことですねでポリシーの作成でそのルールのどういう順番で適用するかっていうところのアクセスリストの全容を定義するのがポリシーの作成になってますでそれを実際に、えー、とアクルの、まあ、適用したいタイミングで、えー、と利用者が適用、えー、VDX の、えー、SVI に対して適用することができます でその適用範囲なんですが、えー、とその利用者のテナントでが利用するネットワークの SVI にのみかかってくるので、ほ、まあ、他のテナントには影響は与えないような仕様になっております。l バースのところは、えー、ADX <coughs> に対して、えー、VIP を作成して、そん のえー、とメンバーは何かを定義するところとかヘルスチェックを、えー、とどういうものを設定するかとかを、えー、と定めて ADX 側に、えー、と設定を入れることができます。でこれは L2DSR、L3DSR 両方に対応していますのでいろいろな用途ができるのではないかなと思っております。でえーと 今回 VDX のプラグインの、えー、と検証を進め, <coughs> 進める上で、まあ、たパフォーマンスは大事と考えていますので、えー、とこの3つの、えー、とネットワーク構成でパフォーマンスの検証を行いましたで左側が、まあ、先ほどご紹介した、えー、と既存の構成ですね LinuxBridge を使った構成になっててます L3 エージェント上にゲートウェイがある構成で右側が今回の VDX プラグインを使った構成になってますでそこに対してアバランチからまあ最大 20G の負荷がかけられるような状態にしてパフォーマンス検証を行いましたで今スライドに出てるのがえとその時のまあコンピュートサーバー側のカーネルやらオープン v スイッチの バージョンになってます基本的には、えー、とそれぞれの環境で、えー、とカーネル2.6.32でオープン v s w i t c h 2 3を利用して、えー、と計測を行ってます。で計測方法としては、えー、50VM に対して、えー、とアバランチから負荷をかけて計測しています。<laughs> で次のスライドから出てくるんですけど、えー、と応答速度のところについてはサーバーからのレス,レスポンスで最初の1バイトが返ってくるときの、まあ、経過時間を今回は応答速度としております 50VM に対して、えー、と計測を行った時、えー、とき、まあ、通信速度としては、まあ、Linux ブリッジと同等、まあ、これはもうワイヤレートの トラフィックが普通に流せるので、えーともう限界、ネットワーク構成の中の限界のところまで、えー、と出し切れてるっていう状態ですね。で、音速度や転送速度のところも、えー、と Linux ブリッジと同等のところが出てるので、期待通りの結果が得られています。次に 1VM に対しての、えー、と実施したものですね。で左 3つが、えー、とそれぞれの環境のカーネル2.6.32で一番右のやつがカーネルを3に上げたやつですねでまあまずは2 6 3人のところに注目すると、まあ、やっぱり一番 Linux ブリッジが性能が出ているように、まあ、ような結果になりましたですが、えー、VDX はそれにちょっと劣る劣るというか、うん、少し出ないぐらいの 感じなので、えっと、全然パフォーマンス的には十分出せるっていうような状態です。で、カーネルを3に上げてみますと、もう Linux ブリッジを軽々と超えてくれてるので、もう文字分ないパフォーマンスが出せてる、出すことができるっていうことが検証結果から分かりました。<laughs> で、これらの検証とかから、まあ、パフォーマンス的には 十分解決できましたし、えっと、柔軟性っていうところは、ML2、えっと, ML と、えっと、SVI のプラグインを使えば、必要なときにネットワークの追加が、えっと、できるようになりましたので、えっと、ネットワークの柔軟性のところもうまく解決できてます。であとは構成がシンプルで、えっと。<coughs> グレアを使ったやつだと L3 エージェントのところに、えっと、ゲートウェイが来るんですがそういうところが、えっと、なるだけ排除されている形になりますので、えっと、障害が起きた時も、えっときも確認する項目っていうところが減って切り分けがしやすくて、えっと、対障害性が向上してるんじゃないかと考えています。で今回ブロケードと 競争したことで、えー、とスループットと安定性を重視した構成が構築可能になって、えー、とグレを利用せずにネットワークの柔軟性も確保できましたと。で弊社で問題となっていた、えー、と各ネットワーク部分の手動での設定っていうところが、えー、と勝手にやってくれるようになったので、えー、こうえっ、ー、と その運用コストの削減だったりあとは利用者の視点から言えば、えー、とすぐ利用可能になるので、えー、とストレスもなく快適に、えー、使えるようになりました、まあ、そういうネットワーク構成を作りつつネットワーク抽象化にこのプラグインは利用できますと,で、えー、と今回の構成って最小構成だとブロケードの VDX2 台 から始められる構成だと思うので比較的安価にスタート可能なのかなとでその構成でも、えー、と40ハ,ハイパーバイザーの構成が可能なので、まあ、多くの企業としては十分なサイズなのかなと考えていますで引き続きまして、えー、と市川の方から、えー、と最新 YG のオープンスタック事例についてご紹介をしてもらおうと思いますはいえっ、ー、とですね まず、ヤフーの最新の事例を紹介するにあたりまして、とその前に私が所属しております YJ アメリカという会社について簡単にご紹介をさせていただきます。えー、こちら、どのような会社かと申しますと、ヤ、え、フー、Yahoo、がアメリカ、ヤフージャパンがですね、アメリカに作った子会社になりまして、どのようなことをやっているかといいますと、ヤ、え、フージャパン向けにアメリカでデータセンターをまあ運営しております。またえー のプライベートクラウドチームとともにですねオープンスタック関連の開発なども行っておりますこ,っちこのアメリカデータセンターなんですけれどもワシントン州にありまして私含め数人のヤフージャパンのメンバーが現地へ赴任して運用を行っております、まあ、なぜアメリカにという点に関してなんですが日本でデータセンター建てて使っていくよりも維持費がまあ安かったということや 各機器メーカーさんたちとの連携や情報収集が行いやすかったという点でこのような形になっております。で、その中でですね、現在、稼働に向けて準備中なのが、先ほど高木よりお話しさせていただいた、ブロケード様ご提供のオープンスタックのニュートロンプラグインを利用したオープンスタックのクラスターとなります。大体 4000VM ぐらいを稼働予定でして、 各プラグインを利用してブライ n ー、やアクセスリストロードバランサーの設定をニュートロンで行うといったクラスターになっております。で、ニュートロンはですねパケットの処理の方は行わず SDN のコントローラーとしてのみ動かしまして処理部分に関してはネットワーク機器の方でハードウェアでオフロード処理をしてパフォーマンスを維持するといった特徴になっております。こちらによって運用者、まあ 設定にかかる負荷の軽減ですとか、もちろんサービス担当者のです、ね、設定、待ち時間というのを減らすことができて、開発や検証、リリースといったサイクルをより爆速に進めることができるようになっておりまます。それではちょっと最後に簡単なととめとさせていただきます。 ヤフージャパンではオープンスタックを採用してインフラの中小化をこのように進めておりますまた、えー、今回のように、えー、ブロケード様とともにですねネットワークの中小化を進めつつハードウェアオフロードの道を進めることで、えーまあ、パフォーマンスという面も追い求めておりますまた、えー、V ラインやアクセスリストロードバランサーといった各ネットワーク機能を、えー、ニュートロンからまあ即時設定できるようになったことで、えー サービス担当者や運用者の負荷軽減を行うことができましたで、これもちまして私たちの発表を終了とさせていただきたいと思いますどうもありがとうございました